複数のサイズのニップルに対応したスポークレンチスポークレンチまたはニップル回しは自転車のスポークホイールの組み上げおよび調整に必要な工具ニップルという部品をこの工具で回転させることでスポークの張り具合を調整しホイール全体の形を整えることができる写真のようなリング型の製品とともに両口スパナ型の製品も一般的 一つのサイズに特化したスポークレンチニップルは互いに平行な2面を持ち、これをスポークレンチの開口部で挟んで回す。ニップルのサイズには数種類あり、対応したレンチを使用しなければならない。渦のように単一のサイズに特化したスポークレンチは、ニップルのサイズより大きいサイズで回してしまったがために、ニップルを破損してしまう、あるいは小さいサイズであったために、 ニップルにはまらないといった複数のサイズに対応するが、ゆえの失敗を防ぎ、ホイールを組み上げる場合など、多数のニップルを締める場合には、作業を快適で効率的に行う上で有効である。欠点は当然ながら、ニップルの種類だけ複数個を準備しなければならないことである。注意すべきなのは、スポークレンチでニップルを回す場合には、普通のネジとは効果が逆になることである。 つまりリムの内側から見て、レンチを時計回りに回転させればスポークは緩み、半時計回りに回転させればスポークが貼られる。これはスポークにおねじが切られ、ニップルがメネジになっているためである。コルサの毎日がヒルクライム、自転車探検、工具。ありがとうございます。